具体的な事例があるのか私は承知しておりません。森さん。ですね、先ほどの秘書官のように、まあ、名字が変わってると過去に犯罪をしてても気がつかないということはそれはあると思います。まあ、私消費者問題が専門の弁護士をしてきましたけどもね、大臣はずっと大蔵省でいらして、その後弁護士になって、まあ、2年間でもう政界に出られたということですので、ご存知かどうか分かりませんけれども、まあ、詐欺をする犯罪はよく、まあ、通称名ですけれどもね、変えるんですよ。名字のところを変えていくというと、まあ、大変ですね、追跡調査が困難になるんです。まあ、大臣の中にですね、山岡大臣ですけれども、戸籍の名字を変えておられます。今、法務省が答弁したとおり、婚姻以外の理由によって、氏を変えるというのは、非常に特別な場合に限られます。読むのが難しい漢字であるので、難読っておっしゃいましたけれども、社会生活上、困難であるとか、まあ、そういうような理由なんですけれども、山岡大臣はですね、もともとの自分の生まれた時のお名前から、婚姻によって藤野さんに変わった、奥さんの方の姓に変えたわけですね。藤野さんというのは、作家山岡宗八さんの本名です。国会議員出られたときには、藤野健二で登録をし、議員名簿にもそう載っております。ところが、その後、法務政務次官になった。これは戸籍法を所管する法務省の政務次官です。その間に、宇治が山岡に変わっているんです。と思われます。議員名簿には通称という記載が消えて、今は山岡であるということなんです。でも、これ、義理のお父さんの本名じゃなくて、ペンネームですよね。なぜそんなものに戸籍を変えるんでしょう。私どもは、法の適用、まあ、大臣もおっしゃいました、法秩序の維持とおっしゃいました。そういうものを司る法務政務次官がですよ、通常認められないような氏の変更を在任期間中にしたということ、大変ですね、不可解に考えてるんですけれども、大臣はどのように思われますか。平岡大臣。今の事実関係、私もつまびらかにはしておりませんので、何と答えていいか分かりませんけれども、先ほどの、民事局長の答弁では、最終的には家庭裁判所が判断するところであるということであったので、まあ、家庭裁判所における判断によって決まったものではないかというふうに、まあ、感じた次第でございます。委員長。森さん。まあ、国会議員でですね、義理の親のペンネームに戸籍を変更した方はいません。また、自分のですね、ご自分の、芸能人活動の時の、芸名であるとか、そういうものに戸籍を変更した方もおられません。戸籍の氏を変更した方はおられないんです。また、一般人でもですね、私が調べた限りでは、国会図書館に調べていただいた限りでは、義理の親のペンネームに戸籍を変えたという方、いらっしゃらないんですよね。ですから私、戸籍法を担当している大臣のですね、ご感想を伺ったんですけれども、家庭裁判所の判断ですので、何もコメントはありませんと、そういうお答えでした。それでは次に、著作権法の違反についてお伺いしますけれども、他人が書いた論文をですね、一言一句そのまま使って、何の文章も付け加えず、どこも削除せず、まるきり同じ文章の作成名義だけを自分の名前に変えて、それを他者に提供してお金を受け取る。こうした場合に著作権法違反に
で罰則が適用される可能性はあるんでしょうか。平岡大臣。著作権法の、所管は確か文部科学省だと記憶しておりますけれども、いずれにしても、犯罪の成否というのは収集された証拠に基づき判断されるべき事柄であるので、私からは答弁は差し控えさせていただきたいと思います。森さん。罰則の部分は法務省であると思いますけれども、それでもお答えにならないということですか。平岡大臣。答弁は変わりません。森さん。それでは犯罪被害者の問題に参ります。先ほどですね、ご自分の秘書官も犯罪を犯したけれども、もう執行猶予期間が満了したので、ということをおっしゃられましたけれども、今度は被害者の問題についてお伺いしようと思います。大臣が、犯罪被害者に対してですね、どういうお考えでどういう施策をしていくかということ、大臣所信には書かれておりません。大臣が民主党ネクスト法務大臣の時代にテレビで発言したことがいろいろと取り沙汰されておりますので、大臣は大臣所信で犯罪被害者の施策をきちっと書き込んでくださるのかなと、過去の大臣を書いておりましたのでね、私も思っておりましたけれども、犯罪を犯した側のですね、いろいろな処遇等については所信の中に書かれてあるものの、被害者については何も一言も言及がございませんでした。大変そのことについて残念に思っています。衆議院の法務委員会で3人の委員からこの問題を、自民党についてだけでも3人の委員から質問がされたようでございますけれども、テレビ番組で息子さんを少年のリンチで殺害された被害者の母親の前で、その被害者に、発言したということで、どういう発言をしたんですかという質問に対して、正確にお答えになっておられないので、もう一度お伺いします。この被害者の母親にどのような発言をなさったんですか。平岡大臣。私同じ質問を受けまして、それなりに正確に答えたつもりではございましたけれども、こういうふうに発言をしておると思います。そういう悪いことをした子どもたちは、それなりの事情があって、そういうことになったんだろうと思いますけどと、申し上げたところ、被害者のお母さんの方から事情って何ですかという問いかけがありまして、私の方からは、いやいや、事情というのは要するに彼らがどういう環境の中で育ってきたとか、どういうふうにその大人とか親とかの関係であったとか、いろんなことがあったわけで、それはとにかく置いておいて、その加害者であった子どもたちにどうなってもらいたいのか、その子どもたちが自分を反省しこれからの人生を歩んでくれるということには、そういうようなことっていうのはもういいから、とにかく死の恐怖を味わわせてやりたいということですかというふうに話したというふうに、承知しております。森さん。大臣のですね、ホームページにはもう少し書いてあるんですけど、この事件はですね、大変残酷な事件ですけれども、被害者の方が交通事故で体が不自由な高校生、定時制に通っていたけれども勉強して今度全日制に移ることになった、そして非常に喜んでいたら仲間の2人がお祝いの会をしていると呼び出して、障害者のくせに全日制に行くのは生意気だと言って、顔、頭、足、腹、ところ構わず無抵抗の被害者を70回以上殴った。それで被害者の顎は外れ、顔はたちまち原型をとどめないほど膨れ上がった。
意識を失いかけた被害者をこの2人の少年は高さ60センチほどもあるコンクリート台からプロレス技のバックドロップで頭から地面に叩きつけた。さらに別の場所に移動し2回バックドロップを繰り返した。失禁して泡を吹いた被害者をさらに1メートルほどの高さからコンクリートに頭を打ちつけた。そして障害者だから助ける価値がないとかこういうことをいろいろ言ってたと。こう言ってこの2人の少年が被害者に水をぶっかけて暴行は1時間半以上も続いて命を失ったという、まあ、こういう本当にむごい犯罪でございます。この被害者のお母さんが大臣がテレビ番組に出ているとき、これ民主党ネクスト大臣のときにですね、出ておられるときに被害者のお母さんが来たときに何と言ったかというのは、これは平岡大臣のホームページに、私はこういうふうに発言をいたしましたという以下に記させていただきますと書いてあるところを読み上げますと、その加害者の人にその死の恐怖を味合わせるという気持ちで、あれですかね、私はあなたというのはお母さんが本当に幸せというか納得するというかできるとはちょっと思えないんですね。むしろそういう悪いことをした子どもたちはそれなりの事情があってそういうことになったんだろうと思いますけどというふうに言った。それに対してお母さんが事情って何ですかと問いかけたら、ここから先は先ほど大臣がおっしゃった通り、いやいや事情というのは要するに彼らがどういう環境で育ってきたとかどういうふうに大人とか親とかの関係であったとか、まあいろんなことがあったわけで、それはとにかく置いておいて、その加害者であった子どもたちにどうなってもらいたいのか、その子どもたちが自分を反省しこれから人生を歩んでくれるということにはそのようなことはもういいから、とにかく死の恐怖を味合わせてやりたいということですかと、そういうふうにおっしゃったというふうに大臣のホームページに書いてあります。確かに、まあ、少年法のですね、精神は精神としてあります。私たち放送そして法務委員会の国会議員はそれは理解していると思います。ただですね、犯罪被害者のお母さんにですねこれを言うというのは、これは本当に人間としてね、どのような気持ちでおられたのかと私は思うんですよ。そしてその後お母さんに、まあ、電話一本の謝罪をしたということですけれども、お母さんはまだ怒ってらっしゃる、気持ちが傷ついてらっしゃる、そういう中で昨日我が党の平沢議員がお線香をあげに行ったらいかがですかと言ったら、そう言われて初めてじゃあそうしますというような趣旨のことをおっしゃいましたけれども、その前の答弁では自分は電話で謝罪をし、その前にホームページで先ほどのような引用をした上でですね、ホームページで謝罪をしたので、これで十分な謝罪をしていると考えているというふうにおっしゃったんです。私はそれは違うと思うんです。先ほど からのですね、まあ被災地のこともですね、大臣書士に書いていただけませんけれども、そういうようなことの一つ一つの答弁を見てもですね、なんか本当に、誠意が感じられない気持ちがいたします。犯罪被害者の施策についてはその後の、衆議院の質問でですね、答えてらっしゃいますけれども、その答えたことをですね、本当に魂を持って取り組んでいただきたいということをですね、申し上げたいと思います。先ほどから申し上げてきました通り、大臣所信をですね、大臣が5年目ということで繰り返してきて、なかなか功を奏してないということからもですね、この法務委員会大変課題が山積しておりますので、私から委員長にお願いをしたいのは、この間ずっとこの法務委員会の課題であります尖閣問題とか、それから検察庁のフロッピーディスク改ざん事件もありました。これに関して検察の在り方検討会からも報告をいただいておりません。また最高検の報告もいただいておりません。ですのでしっかりとこういうことについてですね、早くまた委員会を開いていただいて集中審議をしていただきたいということを申し上げます。委員長、はい、ただいま森さんの要求につきましては午後9時会において協議をさせていただきます。委員長、森さん、ありがとうございます。それではこれで質問を終わります。